こんばんは。おつかりん、おつかりん。おつかりん、おつかりんです。にゃほにゃほー。広島、帰ってきた。もう福岡いた時間、まあ、福岡だからね、めっちゃすぐだから、新幹線早いって、ポストしとこ。ポスト配信中ってやつをちゃんと作り直した、私は。ほらほら、早いでしょ。原田さやか配信中って、秒でポストできるようにまた作った。ゆういちさん、お疲れ、お疲れ、お疲れギフトありがとう。そう、新幹線1時間ぐらい、今日は福岡で対バン出させてもらって、不動ゆうしさんの主催の対バンに出させていただきました。ありがとうございました。こういうフェス系の感じもなんか久しぶりな気がした。こんな時間に配信するんだって。確かにね、もう帰り着いて30まあちょっともう帰宅と同時に今日はしてますね。確かになかなか珍しい時間かも。ゆずきちさん、星10個ありがとう。そう、やまいさん、パンプキン、ハッピーハロウィン、ありがとうございます。通知来て驚いちゃったって。確かにね、なかなか、だってまだ18時か、18時はなかなかせんね。トラさん、星10個ありがとう。なぜ私がこんな時間にしてるかというともう全ては私が今かなりの朝方人間なことが理由ですね。楽しかった、今日ありがとう。私も楽しかった。やっぱフェスは熱い、熱いね。私の言ってる熱いは、あの熱さの火、物って書く方の熱じゃなくて、熱の方の熱い。翔一さん、愛してる、ありがとう。ラブー、ゆずきちさん、俺の嫁、ありがとう。そう、コールもね、すごいすごくたくさん聞こえて嬉しかったです。でもそう、新幹線福岡まで、博多まで1時間ぐらいだから、めちゃめちゃ早く感じた。秒だった。だからもう戻ってきてる。そう、もう慣れちゃってるからね、 STU メンバーは。
新幹線もう寝る時間もなかったあれもう着いたのみたいな。そう、逆に困ったもん。みんな東京帰りとかの時は新幹線内でメール送ったりポストしたりもろもろ SNS もろもろをしてるんだけど、あれって待ってもうちょっとまだもうちょっと座らせてってなったの。したね。休憩したかったというか、SNS 関連がまだ終わってなかったから。まだ時間ちょうだいってなった。ご当地グルメ全然食べれてない。でも博多だから、福岡だから、地元だからね。まあいつでも食べれるか。感じです。お土産もだからお土産も買わないよ、地元だもん。でもりねちゃんがサニーパン、白屋のサニーパン買ってたからそれについて言ってた。美味しいよねサニーパン。なんか松葉さ、松葉私この前行ってたんですけど、なんか今回ねすごい食い込んじゃってて、まつげが目に伝わるかな。すごくねもうここら辺とかがグイってこうまぶたに食い込んじゃって、そう刺さっちゃってたわけ。多分今はだいぶいいんだけど、だからもうここら辺ね切ったんよ私まつげ切ったの。だからよく見たら私のまつげほらここら辺だけもう短いでしょ。こっちもだからちょっと伸びるの待って、そういう理由があって根元目頭あたりは短くなってます。まつげあえて短くすることあるんだって。いや私もしたくてしたわけじゃないの。もうねちょっと痛かった。多分ねまつげの上げ方のカールの種類とかによると思う。ちょっと次から変えてみる。もうちょっとねカールが緩やかなカールにします。次から勢いがねありすぎたのかも。そう、今かなりギャンギャンかも。まつげの見せ方がわからん。まつげなんですよ。ギャンギャン。だからちょっとほら、でもまだほらこうやって刺さってさ食い込んじゃうんやね。
ていうのが、ここ数日の悩みでした。ビューラーはしてない。松葉はして、松葉の効果があるときはしてないね。今日は密かにここに編み込みを作っていただいてました。実はね、片方だけ。そしてここに髪飾りをつけて、ね、フラワー衣装だった。外羽ね、したい。髪切ってからまだしてない。どこかしらですると思います。なんか巻くのはね、あんま似合わないんだよね。ウェーブとかの巻きは、だから巻いてる時はレアかも。レアかもしれません。なんかでも最近すごい内巻き、強めの内巻きもなんか似合わない気がしてきて今日とかも、あのこの前チャートリー公演の時とかも、あまり巻きすぎずにって言ってお願いしてる。あまり内に入れすぎず、ストレートだけど気持ち内ぐらいでお願いします。今そういう時期。細かいって、そう、細かい、なんか私細かい人な気がする、最近あのチャートリ公演の時とかも、耳かけの量もすごい、あ、もうちょい多めでとか言って、あ、もう やっぱちょっともうちょい少なめでとか言ってだいぶ細かい人かも。 A 型説、 A 型だっけって O 型です。でも私一見 A 型って聞かれることが何度かあったから、一
見 A 型に見えるのかなってちょっと思ってたんだけど、あの舞台の時勇者部の咲穂さんとか大利夫さんとかにと血液型の話になった時に、私 何型だと思いますかっていう話になって、え絶対 O でしょうって言われて、え A型って言われること多々あるんですけど O に見えますかって言ったら、絶対 O だよって言われた。からそうバレてた。なんで O だと思いますかって聞いたら、その楽屋あったんですけどなんか私が着替えるときに、なんか至るとこに いろんなとこにちょっとずつ脱いでるみたいで着替えのなんか残骸を置いてたみたいで、あれそういう大型が出ちゃってたみたいです。そんなつもりはなかったんだけどな、無意識だった。そうだからちゃんと見られてました。なんかこれ誰のって思ったら、大体私のだったらしい。だからあれだね、多分関わっていったら O 型がバレるタイプ。あずみんね A型だった気がする、確か。違ったらごめん。でそう A 型っぽいってなってた、確かに。この質問話したのはもう劇場入りしてから、小屋入りしてからだったから、だいぶ後、もう本番中とかだった気がする。そうなので O 型です私。でも変なところのこだわりは強いのかもしれない。でくしゃみ出そう。ああ。例えば配信始まる前しゃっくり止まってなかったけど、しゃっくりずっと出てたけど気づいたら止まってる。MBTI は全然秘密にしてない、結構言ってる。INFPA です。ザ INFP みたいな性格してます。多分。何回やってもそれしか出ないから。
なんかこの話題もなった。 MBTI 何っていう話題もなって、私絶対絶対まず愛でしょって言われて、あ、はいそれはそうですねってなったからいいです。そう、それは多分私を見たらすぐ分かる気がする。愛が内向的で、E が外向的みたいな感じ。ですね。片方だけ謎だけがありますね。サラピと相性悪いって書いてあるよって。そうなんよその話もしてる。サラピとだいぶ前にした。けんちゃん、かわいい10個ありがとう。でもなんでだったっけな、なんか相性悪い理由が書いてあって、なんか理由が書いてあったけど、でもこれがこうじゃないからまあいいんだねみたいな話になったけど、もう何だ忘れちゃったもう忘れちゃった。でもなんか一応大丈夫でした。そう絶対もう何が何やらの話をしてしまった。そうね、相性さ。ね、11月のスケジュールがいろいろと昨日発表されたりしました。しんたんたんさんめっちゃ可愛い。ありがとう。11月のスケジュール。そう、来週もね、学園祭出演させていただきます。
11月3日日曜日、入場無料なのでぜひ都合がつきましたら昨日なんかいろいろリポストしてた気がする。ね、11月13の、あれ11月13の出演メンバーも昨日発表か。違う、11月14、あれ11月13の山口県で四国とチャートリの ライブも出させていただくのです。山口県嬉しい。あとはあれだね、チリパアズミンとちょっと呼ばれる気はしてた、ちょっと予想してた。去年舞台終わりにゆらちゃんと二人でチリパ呼んでもらえてたから、今年もあるのではってちょっと思ってた。10月28日の午後5時までだって。お便りの締め切り明日、明後日ですね。何の話するんだろう。楽しみ。そう、徳島新聞さんのにも私の文掲載していただきます。これは舞台について書いてる。いっぱい書いた。千何文字だったかな。1100文字ぐらい書いてるので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。でもなんか書くこといっぱいあって、1200文字とか1300文字とか書いちゃって、減らさなきゃいけないってなって大変だった。いろいろと書かせていただきました。文章でも書くのは意外と好きです。
回脳内で整理して書けるから。なんか今日いろんな方に似てるって言っていただけて嬉しい。そんなとんでもないです、恐縮です。ね、またブログも書こうかな。あれだね、個人ファンクラブも多分ブログ的なのあるのかな。そちらでも載せていきたいですね。あ、あるんだあるね、ありますね。あるよって。そっか、みんなもう入ってるのか。私の個人ファンクラブは11月に開かれるんだけど。そっか、みんなはもう知ってるのか。なるほどね。あぶり出し作戦って言われとる。そう、カミングスーン。カミングスーンです。え、11月ってさ、もうじゃない？え？ 11 月ってもうじゃん。なんか結構先だって思ってたけど、もうだね。いつなんだろう。ね、来週末？来週末？いや、もう11月か。誘拐はどのようにすればいいのでしょうかって、また多分告知があると思うので、また告知されましたら、こちらからみたいな、多分サイトが私のあのサイトがね出ると思うので、私の写真がダーンってあってえでも結構前にその撮影はあったから、でもコンセプトにちょっとこだわってるので個人ファンクラブの撮影はメンバーそれぞれがこんな撮影がしたい、こんな場所で撮りたい、こんなこういう写真がいいですみたいなのが希望が出せるので、どんなんだと思うどんなんだと思うっていう話前もしたか、コスプレって、この話多分前もしたね。コスプレにしようかなって思ったけど、なんか一応 STU48 の原田沙耶香としてのだから、自分って感じにしてますっていう話を、まあ、そういえば前もした気がする。デジャブ。デジャブ。
楽しみ、楽しみかも。個人ファンクラブは、なんか、なんだろうな。ブログとかだったらさ、投稿するハードルというか、いろいろな人の目に触れることを考えて、書いたり写真選んだりするけど、個人ファンクラブの方はもっといろいろなことを赤裸々に自分の中でハードルなんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいのちょっと語源化が難しい。なんか自分の中で気軽にって言ったらおかしいけど、何でも言えるような場所にしたいと思います。距離感、フランクに、ちょっと分かって分からん、難しい。構えずに、結構私多いんよね。なんか、あーやっぱこれはちょっとやめとこうみたいな、書いたけどやめとこうみたいなのが割と多い人なので、より身近に、よりコアな、世界の世界観全開でお願いします。世界観そうです。なんか写真とかをいっぱい、写真だけを載せれるみたいなのもあるんでしょ、噂によると。だからそこでも、そこありがたい。私写真、結局載せれてない写真割といっぱいあるタイプなので、そこにあげて行こう。そう、私もうそろそろ7万枚いくからさ、今69,297枚、7万枚は一応超えないように整理してるの、消したりしてるんだけど、あと800枚。一応自分の中でね、 LINE を作ってる。7万枚は超えないようにしよう。この写真たちをね、供養する場所ができました。そうなんよ、似たようなのが何枚もあるんよね。それをね、使わなかったのはどんどん消していけばいいんですけど、
消していかなかったらこんなことになってた。でも個人ファンクラブってすごい不思議な感じだよね。だいぶ不思議な感じ。だよ。ファンクラブ。入ってくださる方が3人とかだったらどうしよう。超超クローズ空間になる。嬉しい、入りますって。絶対に入ります、入るよって。本当？嬉しい、秒で入りますって。先着3人限定。そうかもしれん。3人会員番号3番までしか用意されてないかも。行けたら行くわ。それは行かない人かも。嬉しい、入ります。じゃあ会員番号3番までにお待ちしてます。でもそっか、もうそろそろなんだね。多分ファンクラブ始まったらイベントとかもあるので、楽しみ。かけろさんやねけろさんは入るの？で、入らんやろ。え、入るものなん？入らないんじゃない？わかんない。なんかさ、ファンクラブのイベントをやってるメンバーってさ、みんなそのイベント名めっちゃ良くない？イベント名。あれって自分で考えてるのかな？すごい、みんなセンス良すぎて、毎回びっくりしてるんだけど。ね。いや、私、あんなん考えれないんだけどって思って。決められる。自分で決めてるの？あれ。
考えて、ちょっとわかんない、聞いてみよう。私だけめちゃめちゃセンス皆無な名前だったらごめん。原田さやかと過ごす時間とか。原田さやかと会えるよ丸とか。そんなんだったらごめん。逆にいいねって。わかりやすいね。あ、すごい全肯定。全肯定だった。ありがとうございます。どんなのになるんだろう、楽しみです。ゼロのコスプレめっちゃクオリティ高いって嬉しい。インスタにそうコスプレの写真とか趣味の写真をあげてるんですけど、髪切ったから絶対今ウィッグ被りやすいのだし、あの舞台ウィッグ被ってたので、悠々の舞台でウィッグを被っていて、その時はウィッグをつけて、もうねメイクさんにつけてもいただいてて、そこで、あ、ウィッグってこういう感じにつけるんだみたいな、あ、ウィッグネットにこうやって髪型しまうんだみたいな、すごい学びがあったから、うん、ちょっとウィッグかぶろ。あと絶対髪やっぱ短い方がウィッグネットにしまいやすいと思うので楽しみなので、ぜひインスタのおフォローして待っていてくださると嬉しいです。でもね、あの舞台で使わせていただいていたウィッグはもう頭のサイズとかも全部測っていただいて、オーダーメイドみたいな感じで作っていただいてるから、うん、かなりフィットしてたんだと思う。すごいよね。うん、だからもうぴったりだ。今どこにあるんだろうってね、どこにあるんだろう。それで釣れないのかって。そうそう、いやでも舞台2時間本番あったからで、結構アクション戦ったりとかも動いたりしてたりしたから、やっぱずれることもあってなんかね、だんだんこうこう上にねこう上がっていくのだからもう裏で、あ、ちょっと下げよう下げようって言ってメイクさんが何度か下げてくださった時もあったありました。やばいやばいって言って、上がってきてる、生え際が。
うん、止めてるよ。止めてる。ちゃんと。ピンとかでもいっぱい止めてくださってるんですけど。漫画読むのは私ずっと紙派だったんだけど、もう置く場所がないなってなってきて、最近はもう電子派です。電子書籍派になりました。でも学生とかの時は紙で集めてたから、いっぱいあった本棚に。何百冊ぐらいあったって私言ってたっけ200とかだったかな。もっとか。それはお家のお家の方にあります。ね、ワンピースとヒロアカも全巻持ってた。何持ってたっけ。進撃も集めてた、コナンも集めてた、東京グールも全部紙で集めてた。何持ってたっけな。ワンピースね、多分私ここ新しい巻のどんぐらいだろう、ここ新しい巻から10冊ぐらい読めてないんよね。だからネタバレしないでねもうそう、近いうちにちゃんと読まなきゃって思ってるし、読みたいって思ってる。今110巻なんだ。何巻まで読んだっけ。あ、じゃあ私10巻以上読んでないのかもしれん。10巻だと2年分、ね、ちょっとなんかでもたまにね、なんかネタバレみたいのが予期せぬところで回ってきて、たまにってなる。90何巻まで読んだんだろう。でワンピース私全部本当に本単行本の何電子じゃないやつで読んでた。広島に来てからも買って読んでたんだけど、ワンピースも電子で買うか。でもな、本で買おうかな。そうだから、なんか謎なこだわりで本で買いたいっていうのがあったから、多分もう気づいたら読まなくなっちゃってた。いや本やろうって、やっぱ本かな。
本屋行くか。やっぱワンピースは紙で読むか。そっか。でも本当に思い入れある。もう小学生ぐらいからもうお小遣いをもうずっと使ってたもん。せっせと集めて。全巻揃えてやってたので、やっぱ本で読もうかな。なんですよ。一番初めに。コナンが先かな。ワンピース。どっちが先だっけ。そんな感じで。コミックスの1ページ目の作者さんのコメントが見たいので紙ですって。わかる。あとあれね、カバー裏カバー外して本の表紙とかも見たいよね。わかります。あれは電子で見れないんだっけって。違うんよ、見れたとしてもこうやって外してみたいんよそう、外すあのワクワク感嬉しい。この前のチャートリ公演、はあ、すごく良かったから目で追ってたって。嬉しい、ありがとう。頑張ります。頑張るで。明日はね、お話し会、オンラインお話し会なので、よろしくお願いします。東京グールは表紙の絵がすごすぎるから現物で持っていたい。めっちゃわかるよ。めっちゃわかるよ。やっぱ。いやでもね、今ね、今の広島のお家、あ、もう置き場なくて、本をね、置く。でも分かる、やっぱ現物でもっときたいよね好きな漫画って手元に置いときたいもん、全巻、はあ、そうなんよね。急に熱くなってるって。私は割とこういう人だよ普段は抑えてるけど。
アニメとか漫画の話になったら急に早口で喋り出すタイプの典型的なオタク。ね、ブルーロックも今アニメ合ってるね、見てます。何の話だったっけ。そう、明日がオンラインお話し会、ちょっと久しぶり、だね。1ヶ月ぶりぐらいで、積もり積もった話をしましょう。お待ちしております。最近はもう朝型人間なので、朝から目がバチバチで噛む。じゃあ今日はこれぐらいで終わろうかな。と思います。本当に今びっくりするぐらい朝型の生活を送ってる。この夜型人間23年間やってきた人が、明日朝、1時間目から、1時間目が10時からなので、何時頃起きたらいいんだろう。普通に最近アラームかけてるよりね、早くに目が覚めちゃう。不思議。でもそうなのね、睡眠不足気味ではあるかも。ロングスリーパーじゃなくなってるのかもしれん。感情を読ませていただきます。だんだん。13位、一光さん。12位、フーボムさん。11位、世界の片隅のマットさん。10位、胡蝶ウーマンさん。9位、デルピルロさん。8位、クリボーさん。7位、ようちゃんさん。6位、やまいさん。5位、しんたんたんさん。4位、けんちゃん。3位、とらさん。2位、ゆずきちさん。そして1位、しょういちさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして、あしたきちの方は、はちみつさんです。おめでとうございます。それじゃあ、今日も一日お疲れ様でした。またメール送り、あ、多分ポストもこの後します。そう、ポストしようって思ってた。思ってて、
下書き書いてたんだった。この後ポストしてメールも送りますので、 X とモバメの方に待機お願いします。じゃあね、今日もありがとうございました。今日のライブも熱々で楽しかったです。じゃあ明日お話し会よろしくお願いします。バイバーイ、おやすみなさい。まだ早いけど。バイバーイ。